こんばんは。テロップ。この文章をさ、いっぱいテロップで打ちよったけさ、変換なんか次の言葉はこれみたいなやつで出てくるようになりました。個人ファンクラブコンテンツの更新が多いね。そうなんですよ。今はちょっと始めたばかりというのもありまして、そう、結構多めに更新していますね。そう、こちらね、月末までなんですけど、そう、あと2日、6月30日までにファンクラブに入っていただくと、ファンの人のその人の名前とメッセージ内容もね、一人一人違うので、ぜひお願いします。何卒お願いします。今日はもうなんかさ、梅雨入りしたけど、その割にそんな雨降ってなかったんですけど、東京は今日はもうめちゃんこ雨って感じで、でもそんな日に限って一日お休みだったんですね、今日は。なので今日はふーちゃんともともと遊ぶ約束をしとって、本当はめっちゃ外にね、外に行く予定だったんですけど、もう雨がどえらいので、もうなるべくなるべく中になんか移動とかも、何、このお店からこのお店に移動する時とかも下の、あの駅の地下のところを通って、じゃあ今日は結構充実した、いろいろして充実した時間を過ごしたんですけど、ほぼ傘さしてないですね。そう、天才。でもほんのちょっと歩く時でも、あの結構ほんのちょっと外歩いただけでズボンがちょっと濡れたりするぐらい、あの雨強かったですね。今日はね、なんと香水を作りに行きました。じゃーん、イエイイエイ。香水作って、どん、あ、これじゃーん。なんかこれさ、結構有名で見たことあったんですよ。そう、ちょっと嬉しかった、これ作れたの。そう、めっちゃいろんな種類の香水の原液なんか分からんけどを香って、でその中から自分が好きな匂いを2、3種類選んで配合してって感じなんやけど、私が好きだと思ったやつを
3個ぐらい書いてたんですよ。そしたらその3種類を一気に香ってみたらなんかちょっと想像と違うみたいな感じになって、で一個は自分が選んだやつしたけど、もう一個はこの辺が似合いそうみたいなお姉さんが教えてくれて、その中から選びました。じゃん。なんかね、私は結構甘い系の香水を普段使ってて、そう甘い系が好きなんですけど、でも甘い系はもう持っとるけんちょっとまた別の感じの香りにしました。ちょっと初めてこうやってさ完成したのをシュって自分に吹きかけるのは初。なんか作るまでの段階でこの匂いはどうみたいな言ってくれて、試して香るみたいなのあったけど、完成したぞイエーイってなってこの容器からシュッてやるのは初めて。ちょっとやってみたいと思います。なんかシュッて出るかと思ったらなんかヒュンって出た。うん、いい香り。これがもうちょっと時間経って香りがよりふわーってなったらめっちゃ良さそう。いい、え、めっちゃいい、マジでいい、え、お気に入り。え、ほんまにいいわ。ふーちゃんとは全然違う香り。いや、何個かね、あ、どうだったっけ、この匂いいいねってなる匂いは大体一緒だったんですけど、完成して出来上がったのの香りは全然違いましたね。うん、いい、これから使っていきます。ファンの人と会う時、握手会とか会った時は基本甘い系の香水つけてたんですけど、もしかしたらこれつける時があるかも今後。いい香り。それで何日分ぐらいあるの？え、何日分だろうね。なんか想像したとおり、ふーちゃんがさ予約してくれたけどんぐらいの大きさのを作るんかとかよく分かってなかったんですけど、結構大きいねサイズでいただいた。そう、嬉しい、楽しかった。お、シュッて出た。ちょっと一プッシュじゃちょっと匂いがあるかも。うん、よいよい、ポンシュッ。うん、いい。私が自分で買ったことないような香りのにしたいなと思って、そう考えました。今日のね、ふーちゃんとのデートの様子をところどころ動画撮ってて、一日
密着みたいな感じで Vlog に載せようと思うので、皆さんお楽しみに。なんかちょっとエモいエモいこともしました。そう、ファンクラブに載せます。うん、お楽しみに。風押しの心が揺さぶられるあのね、どんな方もぜひ今ファンクラブ入ると名前入りマイズメッセージが届くので、もしよかったら深夜2時のラジオもよかった。そう、私あの深夜にラジオ撮って、結構そのリアタイ撮ってすぐ編集というか、なんかあの画像とくっつけて動画作ってすぐ載せよる系、結構リアルタイムでパッて載せよる系もしね夜更かしな人はたまにファンクラブちらっと見てくださったら、もしかしたら載せとるかも。来週そう、ラジオのこだわりが、なんかあのラジオもサムネを選ばんといけんらしくって、今までサムネ選んでなかったっけ、暗い画面が一番最初のとこ映っとったんやけど、サムネ全部選んだっけ、私のちょっとしたラジオのこだわりを見てもらえるのではないかと思います。そう、文字を毎回なんかちょっと変えよる。そうなんですよ。ファンクラブ本当にあののすごく濃い内容をたくさんお届けしているので、入ってもらいたいですね。定期的に変わっとる。千穂ちゃんアフレコちょっとひろゆき口調でじわじわきた。ひろゆき口調でしたか、無意識にいっぱいひろゆきさんの編集しとったけか。なんか雨の日は私は向いてないかもしれない。外おる時はそんな何も思ってなかったけど、家帰ってきたら雨のあの雨を実感している今。うん、雨は苦手。雨やだ。でもなんか明日は晴れらしい。なんで今日が雨だったの。
今日マジで久々にふーちゃんとカラオケ行きました。ほんまにふーちゃんが広島におる時はめちゃくちゃ行ってたんですよ。結構結構行ってて、本当にそう結構行ってたし、もうお互いに練習の場だと思ってるので、なんかふーちゃんのカラオケはなんか披露するみたいな感じじゃなく、なんか練習の場みたいな感じで、お互いあんまり知らん曲とか、最近聴いてちょっとハマった曲とかポンポコポンポコ入れれる系すごい楽なんですよね。久々にカラオケ行きましたね。多分ふーちゃん卒業して以来初めてかな、多分。そう、嬉しかった。ほんで相変わらず2人ともなんか歌う曲調が全然変わってなくて、あ、変わらんねって話しました。なんか目がゴロゴロする。コンタクト取ったのに。え、ほんまにゴロゴロする。なんか目がゴロゴロするとさ、もう私は一体何をしているんだろうっていう気持ちになる。分かる人おる？ちょっと眼球触ろう。私目薬歩かんといけんとこにあるけめんどくさいんですね。私目薬スースーするやつを買ったんですよね。なんかスースーするやつを買ってみたんですけど、スースーするのあんま好きじゃなくて、でもなんか使ってみたらよかったけ買ったんですけど、ちょっと緊張する、目薬さすの毎回。スースーというかそこまでスースーじゃないけど、あ、めんどくさい。この気持ち分かってくれる人いるかな。ちょっと歩くのがめんどくさいの。これ分かっやめて、歩きなって言わないで。と思ってたらなんか目が普通になってきました。ね、手伸びたらいいよね。手伸びたらいいなって思う。すっごく思う。手伸びたりどこでもだ、どこでもだですね。どこでもだ、本当に欲しいわ。あと時間が止まるやつとか、時間止めていっぱい睡眠したい。時間止めるやつだったらめっちゃ便利じゃないですか。なんか遅刻しそうな時も時間止めたらいいし、もっと寝たいって時も時間止めて寝たらいいし、なんか
いいね。どこでもドア何円までなら買う。でも実際にあったらさ、もう何千万とかしてもさ買う人はおるんやろうけど、もっとか、もっとすんごい値段でもさ買うやろうけどさ、あ、でもどこでも行けるんですよ。海外とかも行けるってなったら結構高額でも一生もんの買い物みたいな感じやったら、あ、いいな、どこでもドアいいな。海外だってさ、なんかハワイとかさ、あの行くのだけでも遠いじゃないですか。でもしさ宿泊費があっちでさ高いってなってさなったとしても、家帰ってお風呂入って準備してまたハワイ行ったらいいじゃないですか。ねえ、いいな。もしもボックスよりどこでもドア、うん、どこでもドア。なんかもしもボックスはなんかのび太とかなんかちょっと痛い目見てません？おしばボックスでなんかあんまり覚えてないけど、なんか痛い目見とるイメージある。そう、失敗しとるのが多いイメージやけど、私も絶対失敗すると思うのでそう、絶対失敗すると思う。絶対なんかそこまで欲張らんかったらいいのに、なんかいっぱい欲張っちゃいそうなので、もしもボックスはなんか賢い人賢い人にの手に届いたらいいなと思う。でもドアいいな。今日はなんか最近の配信結構なんかもうペラ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 みたいな感じでいっぱい話しとった記憶があるんですけど、今日はなんか通常の私の声の何喋りの速さというかな気がする。マイペース、疲れてないよ。あ、らしいね。愛の重さショールームのカラオケに入ったみたいな。いつか歌おう。他のアルバム曲入ってないの？入ってないんじゃないかな。なんか毎回表題とかと
ちょこっとしたのが入っとるイメージやけど。そうなんですよ、打ち上げさえいなくて何するんだろうね。打ち上げ祭の LINE グループに入ってないから何も知らん私。打ち上げ祭でどんなことするのか。でも去年の打ち上げ祭は浴衣で佐竹さんが MC でめっちゃ楽しかった。そう、なんか何でもねグループできます。なんちゃらフェスのに出るメンバーとマネージャーさんのグループとか、そういっぱいできる。その情報を送るための、そうすごいグループ数になってそう。え、どんぐらいじゃろう。でも何個かグループ抜けてるのも全然あるけ。わあ、うん、何個でしょう。うん、結構、え、うん、あれフェスとかさグループになってるはずなんやけど。あ、グループじゃなくて、うん、うん、あ、グループ、あ、グループになってるわ。グループ今は42個グループに入ってます。なんか基本フェスとかのグループは抜けてるんですけど、例えば一期生5周年特別公演のグループにのグループのアルバムになんか集合写真とかあって、そういうなんかアルバムに結構写真が入ってる系のやつは残っとるかも。てか、うん、なんか最近全くグループ見てなかったけ、は桃鉄ツアーとか8人だけいる今。8人だけ生き残りがいる。愛子じと福ちゃんとひなちゃんとサーヤンと私とマネージャーさん3人。抜けるのは勝手に抜けていい感じ。うん、勝手に抜けていいですね。懐かしい。ベストアーティスト2022とか、わっ、だいたい残ってる人一緒ですね。福ちゃん、ひなちゃん、サイヤン、私とマネージャーさん、この辺の人があんまりグループを整理してないんでしょうね多分。ちょうちゃん終わったらすぐ抜けそうなイメージ。
なんか、そんなこともないですね。のんびり、そう、放置しますね。抜け取るやつもね、ちょくちょくあるけど、基本は残ってる。ですね。全然変わったグループないですね。本当になんか業務連絡みたいな。でも一個二人だけのグループがあります。二人だけの。それはまいちゃんと私のグループ。三角っていう名前で、最初はユミリンもいて、トライアングルセンターのあれだったんですけど、多分ユミリンが卒業して抜けて、そう二人になったまま、その後も一回LINE してるわ。このグループで二人になってから、とうとう二人になりましたねって。まいちゃんから来てる。このグループはもう個人チャットと同じあれなんですけど、でも写真が結構あるので、そう抜けたくなくて、まいちゃんがね、このグループに何回かまいちゃんがジャンプしてる写真をなんか不定期で送ってくれてたんですよ。そう、その写真を保護しておきたいので。そう、もう個人チャットだけど抜けない。シングルは、なんかシングルができるごとにグループラインができるんですけど、8枚目シングルのグループラインから私残ってますね。多分そんぐらいの時に、なんじゃろ、携帯変えた？いやでもグループは引き継ぎされるけ。花だれの来る池、何年前、 2,3 年前ぐらいまではグループを管理してたのかも。ちゃんともう使わないグループは抜けるとかしとったかも。でももうそれ以降のはないですね、多分。勝手にグループから退出、そういうのないですねっていう、なんか自然消滅。こうやってなんか昔のはどんどん自ら抜けていって、お、もう一個私とひなちゃんの二人のグループラインがありました。二人のグループラインがあった。でも二人きりのその二つですね。そのグループはあのユニットアイドルなんて呼ばないでした時の写真を送るための
そう4人のグループというか、なんか一斉に送るためのトークみたいな感じで作ったやつですね。ね、歴史感じますね、こういうの。なんか歴史感じるな。私カメラロールも息をする心ぐらいからの写真しか残ってないので、今のなんかあんまり遡ろうにも遡れなくって、じゃけなんかこういうところで遡った感じがしますね。チホンヌが LINE でよく使うスタンプってあります？え、あるよ、スンスン載せたら消す系？いやもう全く同じような自撮り10枚ぐらいアイドルだとなんか撮るんですよ。同じ画角で同じ日に同じ瞬間に10枚ぐらい撮るんですけど、もう1個も消さない1個も消さないから、なんか最近それこそ TikTok を始めてから動画がめっちゃ増えたんですよ。 Vlog とか撮るってなってもめっちゃ増えて、でもそれもね、 Vlog とかの素材も全部残してたの。そしたら私の携帯256GB なんですけどいっぱいになっちゃって、で動画ほとんど消しました。その TikTok 関連の動画もう載せたやつは、しました。そう、今までね256毎回余ってたの、100何本しか使ってなくて、でもまあ一応毎回ちょっと大きいのにしとくかみたいになって250何本にしとったんやけど、 TikTok 始めてからはそう動画カメラホルダーがすごいですね。そう、整理したらいいのにって思うんですけど、めんどくさいんですよね。でも最悪カメラフォルダーの写真が全部消えたとしても、なんかそれなりにお気に入りの写真はインスタとかツイッターに載せとるけ、そじゃけなんとかまあいいやみたいな結構そういう気持ちですね。そう、だから私息の前の写真全部ないんですよ。そう消えちゃって、であっってなったけど、やばい
写真全部ないと思って、そうクラウドにも保管してなくって、多分なんかやり方わかんなくてなんか本当にわかんないのだから写真めっちゃなくなって、マジかと思ったけど、でも遡ればメールにもいっぱい写真つけて送っとる系あるし、インスタとかツイッターにもいっぱい載しとるし、今は TikTok もできて、なんかそうなんとかなるねっていう気持ちですね。そこまでめっちゃ、もちろんめっちゃ悲しいけど、あんまり執着がないかも、写真とか動画に。めっちゃ悲しいけどね。アマプラ会員なら写真全部、写真保存できるよ。え、会員ですよなんかさ、アマプラ会員なっとるのにさ全然活用できてない。なんかアマプラ会員になったらAmazon Music のアプリ無料で使えるみたいなのとかあるよね。あれもアプリ入れてみたけどよくわからんくて結局使ってない。なんか一回めっちゃスマホ詳しい人に1対1で徹底的に教えてもらいたいなんか私が活用できてない機能が結構あると思う。私マジで今めっちゃ見たい映画があって、急に変わるんですけど、なんか昨日 TikTok 見よったらめっちゃ切ない曲、私が大好きな雰囲気の切ない曲に合わせて映画がもう切り抜き、なんか番宣とかで出とる映像のあれが出て、それがもう感動しすぎて、感動というかなんかもう切ないみたいな。私当分映画館行けてないんですけど、それが青春 18×2 っていう今やっとるやつで、今やっとるけど結構5月の最初ぐらいに始まったやつらしくて、でそれ昨日知ってマジで見に行きたい、もう見に行きたい見に行きたい見に行きたいってなって、今日ふーちゃんに言って見に行こうとしたんですけど、あの時間が8時からのやつしかなくて、なんか雨も強いし8時からしよったら夜帰るの遅くなるけねーってなってでもふーちゃんは8時からだ、なんかふーちゃんそこまでめっちゃ見たいって感じじゃなかったんですけど、私がそうめっちゃ今行きたいよねみたいに言ったら、じゃあ行くみたいななって、でも8時だったらいかんけど7時だったら行くってなってで近くのなんか映画館探したら、電車でちょっと行ったところのところ映画館で7時からのやってたんですけど、今行ったらギリ間に合わんねぐらいの時間で、で結局やめてカラオケ行ったんですけど、じゃけ今めっちゃ行きたくてその映画を見に、でもわかんないけどそれはなんかその時いた場所の近くの映画館を調べたから、行きやすい映画館のえ上映時間がどれぐらいかわからんけど、だいたいなんか夜と昼とかっぽかったんですよ。
もうさ時間経ったけちょっと上映が少なくなっとって、で昼はだいたい稽古とかお仕事で見れないから、じゃあ夜かと思って、でも私夜 TikTok を9時に更新しよるけん、なんでも夜8時とかからの映画だったら絶対9時はまだ映画中じゃないですか。だからおーと思いつつ、でも絶対見たいのでそう予約投稿とかできないんですよ。じゃあいつか8時ぐらいに TikTok を投稿して映画見に行こうと思ってます、近日中に。ワクワク。え、そうだよね、だもう結構経ってるから上映始まって、あんまり広島ほぼ上映終了してますやん。そうなんや、早く見に行かなきゃ。あと今日ふーちゃんとネットフリのおすすめの話してて、最近さずっとネットフリの上位にあるさ、あの二宮さんの病院のやつ、あれがめっちゃ面白かったって言っとって、ブラックペアンや、ブラックペアンで、私もこれめっちゃ気になっとったんですよ。アンナチュラル最近めっちゃハマってさ見とって、で医療系おもろってなって、そしたら今日ふーちゃんがブラックペアンめっちゃおもろかったって言った時、今日この後お風呂入りながら見ようと思います、ブラックペアン。10話しかない、割とサクッと見れそう。楽しみ。カンドラ今涙の女王がずっと溜まってるけど、涙の女王なんか最初らへんはあれやけど、後半になるにつれてめちゃくちゃ面白くなるみたいな噂を聞いたので、早く涙の女王を進めていきたいなとは思っています。ソンジェめっちゃハマって嬉しい。そう今日ふーちゃんにもソンジェ背負って走るめっちゃおすすめした、でも多分ミンって言っとったへん、ファンクラブ入りました。お、Thank you。 皆さんファンクラブ今なら名前入りボイスメッセージが届きます、うん、
あと本当に明後日までなので、ぜひぜひぜひ入ってください。めっちゃ充実コンテンツです。今日はブログとラジオを更新します。充実度が素晴らしい。お客様のお声、リアルなお声みたいなありますよね。お、他にもリアルな声が届いております。ラジオ面白かった、いや入って損はないっていうか入らなきゃ損などと言ったそう、かなり評価の高い口コミをいただいております。星7をいただいております。星5がマックスなところ、なんと星7、限界突破。こんなに更新すると思ってませんでした。え、本当にね、私もマジでこんなに更新する気なかったですよなんかそのマネージャーさんと絶対決めないと更新しないから、あのムービー週に1回、あのブログ週1で決めようみたいな、で曜日も決めようみたいな言われて、いやマジそうした方がいいと思いますと思って決めたんやけど、全然更新できてるので、そうよかった。でも今は結構なんか異常なぐらい、異常というか結構めちゃくちゃ載せてるんですけど、そうこれが普通の載せるぐらいのあれになっても、そう普通に載せるので、なんていうの、そう今はスタートダッシュ期間的なでもそういっぱいね更新できたらなと思うので、皆さん見守っててください。ラジオの時間がちょうどいいラジオの時間がちょうどいい人、あ、分数がってこと？ああ、それは確かに2分半ぐらい、なんかだいたいこれについてしゃべろうみたいな思い浮かんだら撮り始めるんですけど、それを喋り終わってピッて押したらだいたい2分半ぐらいになってる。ラジオというかなんか石田千穂がなんかみんなに伝えたくなったことみたいなノリですよね。ラジオと言っていいのかって感じなんですけど、
で喋れるのすごいよね。嬉しい。あざます。今日のふーちゃんとのデート密着動画はそう、楽しみにしててほしいですね。そう、あと昨日メールでちょっと送ったんですけど、回転寿司行ったのをいつか載せるって言ったんですけど、それもなんかなんだこの Vlog みたいな我ながらなんだこの Vlog はっていう素材をいっぱがなんかいっぱいになっちゃったのでそれも楽しみに、まあ、ちょっとしててほしいです。うん、ランキング読みます。20位チャイコさん、19位ギータさん、18位ヒロロンさん、17位キタエさん、16位おっちゃんさん、15位つりけんさん、14位おいでます元気さん、13位台湾のコウさん、12位ブルーさん、11位ルディエカさん、こと11位の方までダッシュで読みます。ヒロロンさん、チェイコさん、キタイさん、ヒータさん、おっちゃんさん、つりけんさん、おいでます元気さん、台湾のコウさん、ブルーさん、出会い駅さん、ありがとうございます。ありがとう。10位ルディエカさん、9位 A ちゃんさん、8位おじゃまるさん、7位テリーピーさん、ラッキーセブン、ありがとうございます。6位グリオティーヌさん、5位阿部寛さん、4位ユリアピースさん、3位サファさん、シーシー、2位東京のスワンさん、ツーツー、そしてそして第1位はピューピュン西尾さん、イエーイイエ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 イ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。皆さん本日はのんびりのんびり配信に来てくださってありがとうございました。このねファンクラブ6月以内に入っていただくと名前入りボイスメッセージが、届きますので、皆さんぜひまだ入ってないかもって人は入ってくださったら嬉しいです。それでは皆さん今日もお疲れ様でした。今日は何曜日だ、あ、明日土曜日じゃん、いいね、素敵な土曜日と日曜日を、ん？土曜日をまずは明日のこと、素敵な土曜日をみんなが過ごせますように。